ポコくん、初めての朝食ですか。ポコくんチャンネル始まるよ。ディズニーランドに来てます。ポコくんディズニーランドデビューですが、寝ちゃいました。今日あいにくの雨なのでこんな感じの状態です。トゥーンタンです。今時刻は10時なんですけど、ポコくんが寝てるのでトゥーンタンでのんびり過ごしてます。でこの時間スタンバイパス何もちょっと取得できなかったので、ちょっとポコくんが起きたらなんか並びたいと思います。キャラクターグリーティングは12時40分からの取得できました。ミニーちゃんに会える頃にはポコくん起きてるかな。初めてのディズニーでの写真です。本日一つ目の乗り物はプーさんのハニーハント。ポコくんベビーカーはもう並ぶ前に置いちゃいます。ポコくんママは寝てるので、ポコくんが寝てるのでずっと抱っこしてます。もう手が私が立つところから戻ってくることもできます。じゃあ起こしちゃいます。あ、すいません、ありがとうございます。私乗り待ち、起きたの。乗り物に乗る前は起きてないとダメみたいです。なんかちょうどタイミングよく起きてくれましたね。もうこっから5分以内で乗れるみたいです。抱っこして起こしたんです。横抱っこから縦抱っこにしたいです。で、で赤ちゃんはしっかり自分で首が座ってないとダメで、ちゃんと座ってないとダメです。ポコくん一回起きたのに、あれ起きてない時は乗り場まであと5分っていうところでちょっと待ってることもできます。ポコくん2つ目の乗り物はモンスターズインクです。飛んでーポコくん、二つ目の乗り物何？次の乗り物何？これに。モンスターズインクだね。ありがとうございます。はい、本日二つ目の乗り物、モンスターズインクです。ポコくん、今度は泣かないで乗れたね。イエーイ。プーさんは大泣きでした。なんだろうね、急発進してたからいいのかな。こちら本日15分待ちでした。さあ次はどうしますか。次はまた乗り物乗ります。とりあえず抱っこ紐で歩きますかね。ベビーカー大泣きしちゃうので。本日3つ目の乗り物、バズライトイヤーです。10分待ちだそうです。意外とさっきポコくん乗れたので
ってみます。ポコくん、3つ目の乗り物何ですか？バスだよ。バス乗る。なんだかんだ3つ目だよ。すごいよ、もういいね。まだお昼になってないのに3つ目です。そうです、お昼前なのに3つ目やったね。ディズニーに来たらダックイモがおすすめだよ。あー、そうです、ディズニー行ったらダックイモの方がおすすめです。そうです、ベビーカーだといちいちね外して、そう、ベビーカーだと本当にいちいち外して。これだとダックヒモだと乗り物に乗る直前までダックできるから。ベビーカーではもうベビーカーで並ぶことができないんですが、ダックヒモあると直前まで乗る直前までつけれるので便利です。どうですか、ちょっと賑やかになってきたけど。今のところ大丈夫ですよ。フェンスレンジャーに次ぐだって。すごいよ、僕フェンスレンジャーだって。ウケなくてさ、そこに撮ればよかったの。何とかいる、バーズね、大丈夫だよ、まだ撮れる。ちょうど3人です、乗れるの。見て見て見て、バズがいるよ。見て見て、バズ激しい攻撃を受けている。これは間違いなくあいつの仕業だ。平和を乱す我々の宿敵、悪の見てる、バズ見てるね。見てる見てる、バイバイって。はい、バイバイって。おじさんです。ほら、初めてのグリーティングだよ。ほらほら、嫌なの。一緒に撮ってもらおう。ここベビーセンターです。ポコくんが今日何度もお世話になってます。こうやって壁画も可愛いです。でこの中にもお手洗いとかあります。あれ混んでる？ここでお昼だよ。はい。ダメ？かわいいミニーちゃんの絵とかあるよ。大丈夫だよ、ほら。ほら、お昼タイム。じゃあこれでいいや。海鮮チャーハン。ね、チャーハンだって。ちゃんと飲み物とかも持ってきてるよ。くんたんです。とっても可愛いですよね。結構見どころいっぱいあります。ポコくんは乗れないけど、こういった乗り物もあります。遊べる施設もいっぱいあります。
ちっちゃいドアとかもある。はい、本日4つ目エントリー取れたミニーちゃんに会えるよ。イエーイ。4個目、2枚目お願いします。スライドしてください。こんにちは。でも3名様で1枚なさせていただきます。いってらっしゃい。バイバイ。やったね。柵とかも可愛いよ、ほら。ミニスタジオはこんな感じです。トコくん、イエーイ。止まると怒りそうだからちょっと言ってるね。あら、ごめん。聞いちゃった。かわいいね。見て、こんなにかわいいよ。ほらほら、お邪魔しちゃう？ほら、わー、かわいい。やべ、わー、かわいいね。ミシンもあるよ。あ、ほらほらほら、にゃーさよなら。そうなの？え、ポコくん、いよいよだよ。ポコくん、すぐだよ。やったね。そういえばお誕生日もらってないね。あら、そうだ、僕もだ。あらららら、ちょっと待って、怪しくなってきたよ。はーい、こんにちは。お願いします。はい、お預かりしますね。あ、大丈夫。ありがとうございます。初めてのミニーちゃんだね。この周りの黄色い線の中は入ることができませんので、ご了承ください。エビ川の通路は、こちらの前にお願いします。はい、で、あの地面白いところだとライト明るく当たってるんで、なるべく奥に行ってもらいましょう。さあ、どうぞ。3名様、おーすごい。さあ、ミニーちゃん、あ、こっちか。はい、ただいます。地面白いところまで来ちゃいましたね。こんにちは。かわいい。ここが下げられる。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。初めてだよって。ね。はい。ありがとうございます。いらっしゃい。ポコくん、ちょっとお顔見せて。初めてのミニーちゃん、どうだったかな？やった。嬉しかった？緊張しちゃった？びっくりしたでしょ、大きいネズミで。でも写真撮れてよかったね。大きいネズミでびっくりしちゃったみたいです、ポコくん。そうなの？大きいネズミ怖かった？ミニーちゃんって言うんだよ。ちょっと泣きそうだったもんね。行かないからね、ミニーちゃん。自販機かわいいね。お友達見えた。じゃあ右側行くか。お昼はここで。確認です。OK ね、いいね。OK です。
ットカード。2人でピザワンホール食べます。今日のランチです。じゃあ行きます。はい、行きます。じゃーん、ピザです。じゃあ食べよう食べよう。ポコくんは寝てますが寝ました。5つ目ですかね。こちらの乗り物はベビーカーのまま乗れます。ポコくん寝てるので。ちょっと映んなかった。何でも変わらず聞いて
ただいて、キャベンだったでございます。はい、キャプテン、左辺のビッグサンダー鉱山から金が出たことにちなんでそう名付けられました。金脈が発見されてからといえば、動いてるよ。一攫千金を夢見る人々が続々と政府へ押し寄せ、バイバイ。そういえば私たちのところに鉱山がやってきて、川西のすぐそばを航行してほしいと頼まれた人があります。あの火事は開拓地で暮らす人々が乗り越えなくてはならない数多くの苦難の一つにすぎません。キャプテン、下げに人間の手伝いを持っています。その先には、次はあっちです。取引が少なくなったり、動物があまり取れなくなると、すぐに別の場所に移動してしまうんです。写真撮る？向こう大丈夫？彼らは私たちの船を何と呼んでいるんだったかな。煙突から煙を吹き上げるところから、火のカヌーと呼んでいます。あれ、本当だ。キャプテン、水面の様子から判断すると、どうやら水深が変化したようです。レッツマン、水深を報告せよ。あれ、偽物なんじゃない？動いてるやつの皆さんは、動いてるのも偽物なんじゃない？なのか不思議に思ったことでしょう。今の声は水と呼ばれる繊維が、あ、でも本物だ。泳いでる。馴染んでる。航行を続けられるということを私たちに知らせていたんです。難しい、見分けるのが。つまり約 3.5 メートルある。泳いでるよ。バイバイ。この船はもちろんかの有名な作家マーク・トウェインから名前を取っていますが、マーク・トウェインという彼の天命符は川の深さを測る言葉だったんですね。ちょうど左舷前方に見えるのはクリーターカントリーです。ここにはとても人懐っこい小動物たちが住んでいると言われています。カヌー乗り場。あ、椅子入れた。心よりより感謝いたします。お楽しみいただきましたでしょうか。ぜひまたアメリカ側を巡るマーク・トウェイン号の船旅にご参加ください。それではさようなら。さようなら。バイバイ。今5つ目の乗り物、マーク・トウェイン号を乗り終えました。ちょっと発音がココ君はずっと寝てました。今ちょうどパレード中で移動が大変そうなので休憩中です。ココ君次かな。あ、乗れる？どうだろう。乗れるといいね。ココ君ママの腕が限界。あら、ちょっと、あ、3です。
ココくんの好きな大丈夫ココくんの好きなやつなのに寝てるよ汽車だよココくんみなさん、ウエスタンリバー鉄道にようこそ。これから皆さんを神秘的な熱帯のジャングル、そして開拓時代のアメリカ西部を巡る素晴らしい旅にご案内します。気がつきましたか？あれはね、このウエスタンリバー鉄道が開拓時代に25分待ちでご案内してます。どうする？25分待ちだったよ。大丈夫そうですか？重たい起きたよ。おはようです。あ、ジュエだ。起きた。おはよう。どうする？抱っこひも持ってくる？ポコくん、次は何乗るの？次はカリブの海賊です。イエーイ。多分泣くと思う。どっちかな？泣いちゃうかな？楽しんでくれるかな？10分待ちです。10分待ちね。ほら船見える？どっち行く？見てみて。どっちでもいいよ、任せるよ。こっちの方がいいか。船見えるからね。ほら、ほら、ボートだよ。見えるよ。あれか、抱っこしとかないとダメなんだな。すいません、そろそろ外してもらえますか？あ、抱っこひも準備だね。目を離さないでくれよ。フラッシュ撮影もやめてくれ。準備はいいな。 Hi there, crew. For your safety, remain seated, keeping your hands, arms, feet and legs inside the boat. And watch your children. And no flash pictures.Prepare to make sail. It's a fine study, me map. A toast to piracy and its many shiny rewards. As a career, what could be more rewarding? Drink up, me hearty yo-ho. I humbly accept this magnificent treasure as my reward for the life of villainy, larceny, skullduggery, and persnickety. Me, drink up, me hearty yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. I raise a toast to one of my many shipmates lost...今カリブの海賊に乗り終わりました。ポコくんはこんな感じです。カリブの海賊は真っ暗なのでやっぱり怖かったみたいです。ずっと泣いてたね。疲れた？笑ってくれた。結構今日乗ったね。寝ながら乗ったのもある。はい、おやつです。ミッキー型のチュロスです。見て、お城だよ。
両親のリクエストでこのパイナップルピザを買いました。今時刻は午後4時ぐらいですけど、グランパとグランマにポコくんお願いして、こっからは妹と2人で乗り物に乗りたいと思います。何乗る？分かってるでしょ。スペースマウンテン何分待ちかな。乗ってみよう。最近何分待ちって乗せないんですね。書いてある。スペースマウンテン30分待ちです。よかったね。30分までなら並べるとココくんママ言ってました。あ、5分待ちです。ココくんママがこれに乗りたいというリクエストです。安全のため航行中は座席から立ち上がり、次は手や足をボートの外に出したりせず、本当だ、動いてれば最高だったね。またフラッシュ撮影にご遠慮ください。それでは皆さん、これからスプラッシュマウンテン乗ってみたいと思います。暗い、映ってるかな、スマホクオリティ。5分で終わりました。はい、乗ります。3、4、
ship to Neverland will be departing shortly. Our strategy for safety. まあ、あなたも素敵な冒険に出るのね。じゃあ、安全な旅になるように、小さな子を僕の席に座らせてね。帰ります。楽しかったね。楽しかったです。この間一人だったから、3人で来れて嬉しかったです。9時です。さよなら。